おい、タグマ、写真撮ろうぜ。ごめん、高校の友達が呼んでるからちょっと行ってくるね。うん、行ってらっしゃい。駆け足で友達の元に向かう弟を見送ると、ちょうど入れ替わるようにリナが歩いてきた。すると、リナはいきなり私の前に立ち、私を蔑むような顔でこう言った。高卒ブスの底辺は邪魔だからお帰りくださーい。え？あんたみたいな低学歴の出来損ないがいるだけでこの結婚式の質が落ちるのよ。そもそもあんたの席は用意してないの。他の人たちに気づかれる前にさっさと帰ってくれる？私はいきなりのことで呆然としてしまった。まさかいくら嫌っているとはいえ結婚式という場ですらこのような態度を取ってくるなんて。私は明美、35歳の主婦。今は夫と二人で都内にある新築マンションで幸せに暮らしている。だが私は決して裕福な家庭に育ったわけじゃない。私が5歳、弟の拓馬が2歳の時に両親が離婚し、私たちは母に引き取られた。だが、父親からの養育費の支払いはすぐに滞り、母は女手一つで私たちを育てるしかなかった。その無理がたたったのだろう。母は私が高校3年生の時に病気で亡くなってしまった。その時は弟は高校生になったばかり。私たちには他に頼れる大人もいなくて自分たちで頑張るしかなかった。俺、高校辞めて働くよ。弟がそのように言い出した時は私は本気で止めた。何言ってるの？あなたが通いたくて必死で勉強して受かった高校よ。辞めるなんてもったいないわ。でもこのままじゃ。私が高校を卒業したら働くから、あなたは何も気にしなくていいわよ。そんな、姉さんこそ大学受験の勉強を頑張ってたじゃないか。私はいいのよ。あなたは自分のことだけを考えなさい。でも。納得がいっていない弟を説得するのは大変だった。でも、母はいつも私たちを一番に考え、必死に育ててくれていた。だから私も残された大事な家族である弟に苦しい思いはしてほしくない。私が母の代わりになるんだ。そう覚悟を決めた時、不思議と自分の進学なんてどうでもよくなった。私は弟のために頑張る。それが今の私の使命だ。それから私は高校の授業の後には毎日コンビニでバイトした。土日はファミレスで朝から夕方まで働いた。とにかく弟が何も気にせずやりたいことをできるようにしてほしいとそう思った。その甲斐あってか、弟は志望校だった大学に現役合格。さらには就活も頑張り、一流企業に就職した。今度は俺が姉ちゃんに恩返しをする番だからな。そんな風に言ってくれた弟は可愛くて仕方なかった。ブラコンとは違うが保護者のような気分だ。そして弟は順調に仕事でも成果を出していた。その度に弟は私を美味しいご飯に連れて行ってくれたり、プレゼントをくれたりと本当に恩返しをしてくれた。自分のことに使いなさいよと言っても、俺は趣味とかないからさとか言って私に気を使わせないような配慮をしてくれる。こういう優しいところも弟の特徴だ。だが私には一つだけ心配があった。それは弟に浮いた話が一切ないことだ。仕事を一生懸命に頑張っているのはいいことだが、せめて彼女くらいは作ってほしいと思う。あっという間に年を取るのだから嫁さんももらってほしいなと思っている。私は定期的に結婚の話を持ちかけるのだが、いつも仕事が忙しいからね、まあもう少し先かなと話を流されてしまう。もしかしたら私のことを気にかけていて恋愛をしていないのかなと思ったが、私が結婚した時はとても喜んでくれて、ものすごく祝福してくれた。ああそうか、私より先に結婚とかしたら申し訳ないと思っていたのかと考えていたのだが、どうやらそうでもないらしい。私はすでに結婚して5年になるのだが、夫は私が結婚してからも一向にそのような話はなかった。さすがに私も心配になるので、前に家族で久しぶりに飲みに行こうと弟を居酒屋に誘った時があった。その時に私は冗談半分で将来のことについて軽く説教じみたことを言った。仕事中心の生活になってしまうのもわかるけど、そろそろ自分自身のことも考えなさいよ。結婚とか周りでも増えてるんじゃない？私がそのように言うと、弟は、ああ、まあそうだね、周りは増えてるね、と軽く流すだけ。人ごとのように軽い返事をする弟に拍子抜けをする。やっぱりその気はない様子だ。
母が亡くなってからずっと不自由な暮らしをしてきた分、弟には幸せになってほしかった。私だけ夫と幸せな暮らしを送るのが少しだけ申し訳なく思えてしまう。もう少し強めに言うべきだったかな。でもこういうのって規制するべきじゃないし、私にとって弟であると同時にほとんど息子のような感覚だったので、やっぱり心配だった。そんなことを思っていた矢先、弟から電話がかかってきた。もしもし、どうしたの？いや、電話でとりあえず先に姉ちゃんに報告しようと思って。俺結婚することになったんだ。え？私はびっくりしすぎて大声を出してしまった。姉ちゃんうるさいよ、耳キーンってなるわ。ごめんごめん、だってあまりにも唐突すぎたから。まあそうか。それにしてもいきなりね。お見合いか何かでもしたの？いやいや、ちゃんと交際を続けての結婚だから。あら、そうなの？だってあなた浮いた話全然なかったじゃない。そりゃ姉ちゃんは母親代わりみたいなもんだから、そういう話は照れくさいだろ。え？じゃあ今まで恋愛とかしてたの？姉ちゃんは俺をどんだけウブだと思ってんだよ。一般的なレベルで恋愛はしてきたよ。そうだったんだ。私は驚いたが、冷静に考えてみればそうかと納得した。男の子だもんな、なかなか恋愛話は家族にしないだろう。たくま、おめでとう。ありがとう姉ちゃん。今度結婚する人とはどこで出会って、いつから付き合ってるの？ほら、やっぱり保護者みたいな聞き方する。あ、ごめん、そういう風に聞かれるのってちょっとめんどくさいよね。いや、冗談だよ。彼女とは3年前に合コンで出会ったんだよ。それから交際を始めて結婚することになったんだ。そうなんだね。今度婚約者連れて会いに行くから。私は弟の婚約者がどんな人なのか会うのが楽しみで仕方がなかった。そして数日後、弟が婚約者を連れて我が家にやってきた。お姉さん、はじめまして、私リナって言います。どうぞよろしくお願いします。そう言って深々と頭を下げて挨拶をする弟の婚約者。丁寧に挨拶をする姿に好感を覚えた。はじめまして、これからよろしくね。しかしその後、私は少しずつ違和感を感じるようになる。お姉さんって専業主婦なんですよね？一応仕事はしてて共働きよ。そうなんですね。私は専業主婦になろうと思ってるんですよ。たくまさんは稼ぎもいいですし、働く必要はないですからね。まあ確かに弟の稼ぎなら共働きできなくてもいいだろう。だけどもし弟に依存してたかるようなら、それはあまりいい気はしない。でも専業主婦っていろいろと大変よ。お弁当を作ったり掃除したり、晩ご飯を作ったりして夫を支えなきゃいけないからね。私が親心からそのように言うと、リナさんはムッとした顔をした。まあ言われなくても私は料理は得意なので、それよりも共働きじゃないと生活できないのってどうかと思いますけど。まさかそんなことを言ってくるとは思わなかったので、私はびっくりした。一緒にいた夫もびっくりしている。弟もさすがに驚いたようで、おいリナ、何喧嘩腰になってるんだよと怒っていた。どうやらリナはかなり勝ち気な性格で負けず嫌いのようだ。そして陰湿というか、その後もネチネチと私を攻撃してきた。そういえばお姉さんって大学はどこ出身なんですか？ああ、私は大学には行ってないから。え？高卒なんですか？思いっきりバカにしたように笑うリナ。大卒から見た高卒でこんなに印象悪いものなのか。そんなにバカにされる思いはない気がするのだが。私の周りには高卒の人なんていなかったので、ちょっとびっくりです。いくら気に食わないと言ってそこまで言うなんて。私は弟と彼女の結婚に疑いの目を向けずにはいられなかった。弟も少し幻滅していたというか、リナに呆れて注意をしていた。姉ちゃんは母親代わりに働いて俺を高校と大学に通わせてくれたんだよ。だから姉ちゃんを悪く言うのはいくらリナでも許さないからな。弟がそう言ってくれて、リナはおとなしくなった。だいぶ嫌な気分になったけど、初めての弟の婚約者との対面が終わった。正直言って、弟がこのような人と結婚するというのは心配だ。そして、その時に今度両家で顔合わせをしようという話になっていた。せめて、婚約者のご両親がまともであればいいのだが。そして、それから1週間ほど経ってから顔合わせの日がやってきた。顔合わせの場はただのカフェの個室だった。
向こうが用意してくれていたのだが、普通はこういうのはホテルのレストランとかでするものだと思っていたので、なんだか違和感を感じた。私が高卒だからと適当な場所でいいやと思われたような気がする。いや、考えすぎかな。私は顔合わせの場所へと向かった。しかしいくら待っても一向に相手の家族は現れない。30分くらい経った頃、弟から電話がかかってきた。姉ちゃんごめん、ちょっと仕事が立て込んでて連絡が遅くなった。どうやらリナのご両親がいきなり都合が悪くなったみたいで、1時間くらい前に LINE が来てたんだ。あら、そうなんだ。本当にごめん、もっと早く連絡できればよかったのに。別にいいわよ、カフェでゆっくりして帰るわ。何度も謝る弟を責めることはできない。きっとリナはわざと私だけを一人置いてドタキャンをしたのだろう。まあ本当にご両親の都合が悪くなったのかもしれないが、もしリナに協力をしているのなら両親もそういうタイプの人間なのだろうな。結局その後は予定が合わず、直前の顔合わせはせずにそのまま結婚式を迎えることになった。たくま、本当におめでとう。自分の弟がこんなに立派な姿を見せてくれて涙がにじむ。自分の結婚式の時はこんなに泣かなかった。多分親心というのはこういうものなのだろう。舞台の上では新郎と新婦が誓いのキスを交わしていた。私は式の最初から最後まで号泣していた。トイレに駆け込み鏡を見ると目が真っ赤に腫れている。さて次は披露宴だ。こんな顔で出たら弟に笑われてしまうぞ。私は急いでメイクを直して気持ちを落ち着けてから披露宴の会場へと向かった。弟は会社の人たちや友達に囲まれて照れ笑いを浮かべている。私は人だかりがなくなった頃を見計らって笑顔で声をかけた。結婚式とても良かったよ。これでお母さんも安心だね。弟はうなずいて照れくさそうに微笑んだ。そうだな。姉ちゃん本当に今までありがとな。その言葉にまた泣きそうになる。おい、タグマ、写真撮ろうぜ。ごめん、高校の友達が呼んでるからちょっと行ってくるね。行ってらっしゃい。駆け足で友達の元に向かう弟を見送ると、ちょうど入れ替わるようにリナが歩いてきた。するとリナはいきなり私の前に立ち、私を蔑むような顔でこう言った。高卒ブスの底辺は邪魔だからお帰りください。え？あんたみたいな低学歴の出来損ないがいるだけでこの結婚式の質が落ちるのよ。そもそもあんたの席は用意してないの。他の人たちに気づかれる前にさっさと帰ってくれる？私はいきなりのことで呆然としてしまった。まさかいくら嫌っているとはいえ、結婚式という場ですらこのような態度を取ってくるなんて。そしてリナは横にいた夫には猫なで声で話しかけた。ああ、旦那さんは全然いていいですからね。大卒だし大手企業勤務ですし、よかったら私の綺麗な友達を紹介しますよ。夫はリナの発言に呆れていた。いや結構ですよ。妻の席がないというなら僕も帰ります。妻以外の女性には興味がないんでね。夫がそのように言うとリナはふんと鼻を荒くした。嫁が嫁なら夫も夫ね。いくらスペックが高くても女を見る目がないなんて残念。ちょっといい加減にしてくれる？私のことが嫌いならそれでも構わないわ。だけど夫をバカにするのは許さないわよ。私がそのように言うとリナは火がついたようだ。はあ？高卒の底辺が何生意気な口聞いてんのよ。さっさと帰れって言ってんの。なんであんたに帰れって言われなきゃいけないのよ。私たちが紹介されたのはタクマよ。私たちが言い争っていると一人の男性がやってきた。おい、リナはどうしたんだ？声を荒げて。あ、お父さん、ちょっと聞いてよ。この女が帰ってくれないのよ。この前話した高卒の底辺技師よ。何？お前が話してたどうしようもない婚約者の姉か？そう言ってリナの父親は私をまじまじと見た。そしてみるみる顔を青くしていた。おい、リナ、本当にこの方が婚約者の姉なのか？そうよ。お父さんからも何か言ってやって。娘が大変失礼しました。そう言って頭を下げるリナの父親。お父さん何やってるの？こんな女になんで頭なんか下げてるのよ。うるさい、お前も早く謝れ。そう言ってリナの頭を掴んで無理やり下げさせる。何すんのお父さん。この方は俺の会社の筆頭株主なんだよ。この方を怒らせたら俺の首が飛ぶかもしれないんだぞ。
お前は俺を失業に追い込む気か。え、筆頭株主。リナは状況が理解できていないようだ。私はせっかくだから教えてあげた。私は夫と結婚した後、大学受験をして大学に通った。そして卒業後は一般企業で働きながら株をやっていた。大学に通いながら株の勉強はしていて、奨学からやっていて、就職してからは投資資金をどんどん増やしていったのだ。そのおかげでかなり株で儲けられるようになり、資産が増えた。そしてさらに資産を増やすために企業の大半の株を買い、筆頭株主となったのだ。それがたまたまリナの父親が部長として働く会社だったようだ。まさか明美さんの弟様が娘の婚約者だったとは。そんなことも知らずに失礼いたしました。そのように謝るリナの父親。では私ではなかったら申し訳ないとは思わなかったってことですよね。え？私が特に何にも持っていないただの高卒の主婦だったら、娘さんの暴走も止めないし、一緒になってバカにしていたということですね。それはもういいです。私帰りますから。待ってください。リナの父親が私を引き止めようとしたが、夫がそれを止めた。妻に近づかないでください。そして私たちは会場を出た。弟は慌てて私たちの元にやってきた。ちょっとどうしたんだよ。私はさっき起きたことを説明した。弟は怒りに満ちた顔をして、もう許さない、結婚は取りやめると言って会場に戻っていった。その後弟はリナに婚約破棄を告げたらしい。リナは怒り狂ったが、父親がこれ以上騒ぎを起こさないでくれと言って無理やり連れて帰ったそうだ。弟は披露宴は中止にし、ご祝儀を全てお返しして、ただのパーティーとして食事を楽しんでくださいと参列者に言ったそうだ。弟は人望がある人なので、みんな冗談交じりにいじりながらも弟を励まして、軽い同窓会のような時間を楽しんだそうだ。後日リナの父親から謝罪の連絡があった。婚約破棄に関する費用は全てこちらが持つので、どうかクビにはしないでほしいと言われた。弟が損をすることはなくしたかったので、私はそれを受け入れた。ちなみにリナは、私は玉の輿に乗るのよと周りに自慢しまくっていたらしく、あんな風にダサい婚約破棄の姿をさらけ出したことから、現在は職場の人や友人たちからめちゃくちゃバカにされているようだ。そのため肩身の狭い思いをしながら婚約破棄の費用の支払いをしているらしい。一方私は相変わらず夫と幸せな日々を過ごしている。弟はリナのことは吹っ切れたようで、それから1年後に高校時代の同級生とお付き合いを始めたらしい。この前会ったことがあるが、とても優しい笑顔で心が綺麗な人という印象を受けた。彼女なら弟のことを任せられそうだ。たった一人の肉親なので、弟には仕事だけではなく家庭でも幸せで充実した時間を過ごしてほしいと思う。主さんの正体にはびっくりしましたが、そもそもそんな風にバカにしてくる女とは結婚しない方がいいですよね。弟さんはもう少し女性を見る目を養った方がいいかもしれませんね。まあ今度の彼女さんは大丈夫そうなので、素敵な結婚ができることを祈っています。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。